さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回は子宮改善提案ということで3点挙げていきたいと思います。イエーイでもない。今回はユーザーは怒ってるぞ。はい、シーズン6ね、3日経ちましたが、これで本当にまずい子宮改善いただきたいことをね、3点あげますんでね、ぜひ皆様高評価コメントいただけますと嬉しいです。そうするとですね、メタ的なことを言うと YouTube のおすすめ欄上がってきますんで、運営さんが見てくれる確率が高まります。なので今回ね、本当にね、高評価だけでもペット押していただけるとね、すごく助かります。それぐらい今ね、切羽詰まってる改善提案をね、今回3つあげていきたいと思います。はい、まず1点目早速いきましょう。1点目は旗が少なすぎる。これはみんな思ってるんじゃないでしょうか。シーズン6で始まってね、みんな旗が少ないんです。はい、ですね、こちら目安箱のミッションのシーズン、はい、ここでね、旗がね、増えるようなミッションが見れるんですが、現状できるのはね、この勲功が50に到達、ここまでです。なので、旗はね、無課金の方で2枚、プラス、毎日遊んでた方ですと、VIP レベルが5まで上がってることはね、確認しておりますので、毎日遊んでる無課金の方で、現時点で旗の上限は3枚です。はい、VIP レベル5で1枚増えますんでね、2プラス1の3枚です。同様にね、VIP レベル6もね、3枚のまま。7になると4、4枚ですね。7から、VIP レベル7から8は4枚。9、10が5枚。私9なんですけどね、VIP レベルが、9で5枚。この VIP レベル9というのはね、月に多分2、3万ぐらい課金してる方がね、行くようなところでございますんで、はい、そのレベルで今、維新のね、維新機の数が5枚です。はい。で、VIP レベル11、12で6枚。そしてね、はい、信長の野望波動にね、最も貢献している方々、VIP レベル13でも、現時点での旗の上限枚数は7枚です。5足す2の7枚ということでね、無課金アクティブの方で3枚、VIP レベル13で7枚なんです。3から7ということでね、いや、めちゃくちゃ少なすぎる。はい。まあね、勝手に考察すると、多分今回ね、このスローペースで、この領土戦とかをね、やっていただきたいという運営の、意向があるんじゃないかなと思ってるんですね。まあね、今までね、旗が10枚とか12枚とかあってね、まあたまにインする方でこう、ガーッと領土取って、またね、インが薄くなって、で、また領土ガーッと取ってってやると、そういう方が2、3人いるだけでね、かなりね、領土戦の進行スピードがね、変わってしまいますんで、そこをね、考慮されたんじゃないかなと、勝手に推測はするんですけど、じゃあいいですわ。旗の条件ね、私 VIP レベル9で、5枚でいいですわ。まずね、回収速度を上げてほしい。はい、破棄稼働時間までね、現時点でね、BC 現地で、確かね、5時間何分とかかかるんですよね。はい。取得してから、これ、そのまま破棄するまでの時間というのは、9000時間のこと言ってんのかな？違うわ、9000時間プラス1時間ぐらい指してるんですね。はい、なので、9000時間が例えばね、BC 現地取って5時間だとしたら、6時間破棄可能時間までかかると。で、破棄してから回収可能まで1時間かかるということなんで、例えば BC 現地を取った時に、旗をね、使って、そして回収してまた遊べるまで7時間です。はい。破棄可能まで6時間、回収可能まで1時間、プラスして7時間ですね。1枚あたり旗、使えなくなるんですよ。じゃあ BC ゲージで、5枚マックス取ったら7時間何もできない時間が生まれるということですよ。はい。このね、道具で短縮で、回収例とかもあるんですが、これはね、1日1個までしかね、正体で買えないというところ。そして、何も小判がめちゃくちゃかかるんでね。はい、噛んでないよ。小判もかかるこの回収短縮量を使っても、せいぜい1日1個までしか回収できないということでね。はい、これはね、本当に、アクティブの方であればあるほど今シーズンね、もうなんか絶望してる方を何人か見てますんで、マジで子宮改善してほしいですね。はい、私は旗の枚数はじゃあそのままでいいですわ。そのままでいいんで、破棄可能までの時間と回収までの時間を大幅短縮しないと、マジで今シーズン終わるぞこれね、本当にね、次回のね、公式生放送でなんかね、ごちゃごちゃとかじゃなくて、今すぐ改善いただきたい案でございます。じゃないと、シーズン6、引退者が続出するかもしれません。はい、ここでね、警鐘を鳴らしていきたいと思います。はい、2点目。2点目はね、旗が少ないに付随しますが、戦レベルが上がらなすぎるですね。はい、戦レベルなんぞや。
今シーズンからね、こちら、悟る横にね、戦レベルが表示されるようになりました。リリースからね、3日目、シーズン6リリースから3日目の現在ね、どんな方でも戦レベルは8が上限となっております。この戦レベルが何に関係するかというと、陛下レベルですね。はい、陛下レベルがこの戦レベルまでしか上がらないので、どんなに強い方でも、どんなにお金をかけた方でも、現在陛下レベルは8がマックスとなっております。はい。先ほどね、領土戦ね、BC 現地をね、マックス取ったらね、7時間ぐらい遊べないと言いましたが、加えて、陛下レベルを上げることも、現時点ではできないと。何するんでしょうか、アクティブの方は。笑えないんだよ、これ、本当に。まあね、シーズン序盤なんでね、今ね、外交とか、投手の方は特に忙しいと思うんですが、ね、一般の方って言ったりするから、はい。まあ、私みたいなね、こう、プレイしてる方とかは、今は多分暇だと思うんですよね。これマジでさ、技術開発とかさ、並走とか、結構紹介したこといっぱいあるんですけど、それよりもやっぱりね、改善提案を至急で動画化しなきゃいけないなと思ってね、今動画撮ってるんですよね。これマジ旗が少ないと、戦レベルが上がりにくいわ。もう喫緊の課題ですね、これ。次回の生放送までにとかじゃなくて、今すぐやっていただきたい改善提案でございます。で、戦のレベルの上げ方はね、この目安箱の合戦からね、ミッションをクリアすると上がるんですが、はい、現状で、ね、これ全部クリアしてもね、レベルが8までしかいかないと。じゃあ次ね、いつでこのレベルを上げることができるんだ。ちょっとわかりにくいんですが、3月7日ではなく、このね、待機当初のここ。ここで3月3日で、このね、ミッションを達成すると戦レベルが上がりますよと。はい。で、その次が3月7日ということでね。まあ、だいたい4日おきにね、この、合戦のミッションが更新されるといったところでしょうか。はい。4日おきに戦レベルが上げられますよというところ。この戦レベル何が重要かというと、旗なんですよ。戦レベルが10にならないと旗が1枚増えない。15にならないとね、もう1枚増えないということで、なぜここにした？いや、この期間で解放するものでクリアしないと旗がね、増えないって、ちょっと相当まずいんじゃないかなと思いますね。はい。これ皆さんいかがでしょうかね。ぜひね、本当にそれもね、コメント欄でいただきますと嬉しいところでございます。私のね、改善提案ね、1点目は旗が少なすぎる。改善要望としてはね、このね、改善要望というかね、大体案としてはね、この発揮時間とね、回収時間を短くしてくれというところですね。続いて、戦レベルが上がらなすぎる。はい。まあ、これは勝負ですね。戦レベルはじゃあ上がんなくてもいいから、旗を上げる。ところを何とかしてほしいというところですね。まあ、領土戦か、自業か、どっちかやらせろと。自分の部隊を強くするのか、領土戦をさせるのかね、どっちかぐらいはさせてくれと。ね、なんかどっちもスローペースでやるとね、本当に暇な時間増えると思うんでね。はい、そこはね、改善提案ということで今回挙げさせていただいております。はい、BC 現地を制圧いたしました。休戦時間が5時間8分となっております。破棄可能まで、プラス1時間したね、6時間7分。そして破棄してから回収まで1時間かかるんで、やっぱり BC 現地を取るとね、7時間ぐらい旗が1枚復活してこないと。これさ、やばすぎるでしょ。旗5枚ですよ。私、VIP レベル9で旗5枚で、7時間で1枚にね、つきね、クールタイムがあると。はい。で、加えて戦レベルもね、上がんないんで、陛下を上げることができなければ、ね、やることといったら、族狩りこのなんかもう、いい加減、なんとかしてくれよと思う族狩りですよ。はい。いや、これはね、やっぱり、ちょっともう、ちょっとね、今すぐ考えた方がいい案件じゃないかなと思っております。まあ、最後言ってもですね、前回もご紹介しました。焦点の大名家ボーナス、城所有ボーナスですね。シーズン6から出てきた概念ですが、これの報酬が少なすぎるということでね。はい、もう小判でも何でもいいのでね、プラスしてここ報酬増やしてください。じゃないとね、市場10回とか、ようやらんよみんな。あとね、前回言及しなかったんですけどね、このシージョ10回所有歴があればいいので、まあ、グループ1問題でこのシージョを回すとかさ、あとはね、まあ、ただ見受けているね、連携1問というか、同盟1問とかと、こう、まあ、談合じゃないけど、外交じゃないけどね、こう、ぐるぐる回すとかね、そういうことが横行する可能性もかなり高いじゃないですか。ね、純粋にシージョをね、こう、PVP、プレイヤー対プレイヤーでね、戦って取ろうとすると、めちゃくちゃ軍令とか移転とか、まあ、兵力とかね、かなりかかりますんで、機関令とかね。はい。なので、なんか本来の攻城戦の、なんだろう、意味がなくなってしまうというかね。はい。もうただただこうなんかシージョをね、ぐるぐる取って破棄してを繰り返すような作業芸になる気もしたんで、
ね、そのあたりはまあちょっといろんなサーバーの事情とかもあるかもしれませんが、はい、かなりそこもね危機感があるんじゃないかなと思いますね。まあもうプレイヤー対プレイヤーですね。もう PVP である以上ね、談合とか外交はある程度仕方ないと思うんですよ。はい、もうそこはねシーズン6までみんなに来てますからね、はい、ある程度仕方ないとは思うんですが、ちょっとこのね白所有ボーナスの報酬とかね、今までのやり方でいくと、ただただなんかね、あの仲いいところとこう城をねぐるぐる回すだけになってしまう可能性が高いんじゃないかなと思ってね、はい、この白所有ボーナスのね、報酬のあり方、あとあれちょっとねこの白所有ボーナスの条件も少しなんか加えた方がいいんじゃないかな。まあ例えばね、今思いつく限りですと、あの番外工場戦あるじゃないですか。番外工場戦、あれってあの工場戦に参戦して対物ダメージとかを与えないと確かポイントが入ってこないんですよね。まあそれをなんかこう攻撃側と防御側に貸してみるとかね、あの防御側もいくら以上ダメージを与えて、攻撃側もいくら以上ダメージを与えたら、この城所有ボーナスの条件を満たしますよとか、それぐらいはやらないと、なんか無条件でね、あの所有してたら、報酬あげますよってなると、今みたいなね、あのぐるぐる城を回すことが横行するんじゃないかなとは思いますね。はい、まあちょっとそのダメージを与えることとかいうのがね、最善かは分かりませんが、なんかやりよりませんかね、この条件付けのね。はい、そこちょっとごめんなさい、パッと思いつかないですけどね。報酬に加えてちょっとやり方を考えた方がいいんじゃないかということで今回ご紹介させていただきました。はい、いかんせんですね、旗が少なすぎる、戦レベル上がらなすぎる、これは早急に改善いただけるとありがたいというか、改善しないとやばいぞマジで。シーズン6ということでね、今回ご紹介させていただきました。はい、あの少しでもいいなと思った方はね、ぜひね高評価コメントいただけますと嬉しいところでございます。ぜひチャンネル登録もいただけますと励みになります。というわけでね、またね次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。